ケモンソルジャーの A0 です。切ないです。ヘルピンです。今回の企画は箱船に地面師詐欺を仕掛けてみたいと思います。えらいタイムリーな現在ネットフリックスで絶賛配信中の地面師たち、皆さん知っていますよね？見てなくても大多数が知ってはいるんじゃないか。実際にあった事件が元になっているんですけど、本来人の土地を自分の土地であるかのように装って不動産として売りに出してお金だけもらってずらかるという大胆な詐欺なんですけれども、実際にあった事件を元に、まあ、ドラマ化されたというのがネットフリックスで配信中です。それを私は見ました。自分もこの企画あるからという理由で見ました。めちゃめちゃ個人的なとこから来てる発想やんいやでもやっぱりタイムリーだし流行ってるし、タイムリーだから、うん、今暑いから伸びそうだし、そんなに流行ってる、あれぐらい倍返しだ。え、倍返しだ、めっちゃ前じゃん半沢ね半沢ほどかわかんないけど、まあ、ほどではないが、まあ、それに近いぐらいには、ビバンとかぐらい、ビバンとかサンクチュアリとかそんぐらいは、うん、知らねえ、紹介されただけの立場やけど、ちょっと今見たくなってるからな。お、ネットフリ入ってないけど。ネットフリ入ろうぜ。今回そのドラマを見ていたら、詐欺したいなってなったので、まあ、身近にいて詐欺しやすそうな箱舟さんに仕掛けていきたいと思います。今回は偽企画として、箱舟さんにマイナーポケモンプレゼン大会という体で、まあ、3人で、まあ、マイナーポケモンを持ち寄って、箱舟さんにマイナーポケモンをプレゼンしていきたいんですけれども、その中で、地面タイプのポケモンを、あたかも強いポケモンのようにプレゼンしていきたいと思います。その中で、好きなだけ嘘をついていいので、3人の中で一番使いたいポケモンというふうに選ばれた人が地面詐欺成功、ハリソンの証拠を得ることができます。全然知らないけど、そういう話な。称号とかはないけど、優勝したらハリソン切ないになる。もちろん詐欺なんで、ね、バレたら捕まっちゃうので、バレないように詐欺を働いていきましょう地面師の地面にかかってるだけで、それ以外何もかかってないよなもしかしたら本当に騙されたまんまレギュエージ迎えて箱舟のレートがめっちゃ下がるかもしれないからそのポケモン使おうとしたら違和感がなんか違うくねって、でもなぁ、ワンチャンバレるかも。味噌キャラランクよりは大胆にいってるって思います。マジで本当にそこまで味噌キャラランクさ、なんか前久々に見たらさ、めちゃくちゃだったぞランキング。そうだよ、 S ランクに意味わかんないやついるからいやでも割と味噌キャラランクよりは正直大胆。マジか。じゃあA0、切ないヘルピンの順番でいくか。うん、どうしよう。そろそろ箱舟さん来ちゃうから、ぼちぼち、やっていきますか。はい。はい。ポケモンソルジャーの A0 です。切ないです。ヘルピンです。箱舟です。今回は、ポケモンに詳しい皆さんにぴったりの企画、レギュエチで箱舟さんが使いたくなるマイナーポケモンプレゼン対決、やっていきましょう。いやー、うん、しっかり考えてきましたか考えさせられましたけど、まあ船が楽な企画だな、なんかちゃんとね、使いたくなるポケモンだからね、あ、これいいなって思わせればいいのね。それはやっぱポケモンの性能もそうだけど、やっぱプレゼン力がね大事ですから。プレゼンタイム約5分の後に箱舟さんからの質疑応答が約3分設けられるので、質疑応答こんなことするんだ、うん、プレゼンはまだしもそこはそんなに想定してないんだけど、何も考えてなかった、面接みたいな質疑応答なんてあるのか、ちょっとやばいな、あんも全然考えてなかったな。順番は A0、切ないヘルピンの順番でプレゼンしていきましょう。自分の紹介するポケモンはリククラゲです。おお、絶妙でしょ。気になる。なかなか、うん、あまり知識がないかも。つかみはいいぞ。まあまあ、リククラゲね、SV 出て面白そうじゃねって、まあ、みんな思ったと思うんだけど、まあ、結局的にあんまり使用率は伸びてないんですが。結局的には。ちょっとレギュエの使用率見てほしいんだよな。ちょっと見ていいですか。でリククラゲは62なんですけど、まあまあ、これは正直そんなに高くないんですけど、冷静に上からポケモン見てってほしいんだけど、結構有利じゃね。まあ、サーフ号には強いな。まずサーフ号に強いってのが熱すぎる。寒風やな。寒風。方針効いて、地面技通って、まあ、方針のおかげでテラスにも強い。まあまあ、身代わりは置いといて。まあ、あんまいないだろうから。ただ、今回ちょっとおすすめしたい方があって、先生の爪。ほう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 。そう、これ、まあ、最近トレンドやね。最近トレンドじゃん。うん、この先生の爪が熱い、
まあ、爪発動さえすれば胞子が先生になるわけよ。だから結構、ね、確かに、まあ、結構、まあ、まあ運ではあるけど、でももともとの S は早いから、まあ、先生胞子できた後上から殴れる展開とかも、まあ、当然あるわけで、別に攻撃技はそうね、もともとは S100 あるもんね。あ、そうだから、うん、先生胞子から普通にボコボコ殴るっていうのが決まる可能性すらある、まあ、結構強いんじゃねえのっていう。で、まあ、環境的に多分草がちょこちょこ出てきちゃうから、まあ、スカイなヒットにそれはちょっと面倒くささあるんだけど、増えそうなとジャローダとか。ああ、そうだね、ジャローダはちょっとだいぶきついね。けどまあまあミラコあるのと、あと地味なんだけど、いや別にこれ採用しろって言ってるわけじゃないんだけど、あの怖い顔がさ、天の邪気無視してさ S 下がるのがちょっと面白いよね。あ、面白いだけなの。おー、なんかテクインシの力のいいところ。だからまあ、あとまあ一応まあ本当は爪が楽しそうだなと思ってるけど、まあ2番とかもありかな。そういう方で結局先生奉仕から2体持ってくみたいな展開を作れなくもないかなっていう。草に弱いけど毒テラスしてヘドバク打ってもええわな。まあまあまあ別に、まあ、テラスは無限大よ。ヘドバックとかは全然普通にあれだと思う。痛み明け来たのも熱いね。あ、そうなんだ。回復できるもんね。下から回復できるってことね。そう。で、上から方針で回復した。先生、先生の爪でね。噛み合えばね。まあ、爪持つなら痛み明けちょっと難しいところあるかもしれないけどね。まあ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 、うん、でも、ね、普通に環境的に暴れ散らかす可能性があるんじゃないかなというリックラゲ。いかがですか？いいんじゃないですか？はい。では、小舟さんからの質疑応答タイムで、なんか気になったことあった？どうなんですかね。なんか単体で強いってこと？まあまあまあ、ちょっと並びまではちょっとまだちょっとあんまりさすがに考えきれてないけど、でも奉仕からのトリックルームでガチグマ展開できる並びはありそうだよな。あ、こいつトリックルームできんだ。それできるね。下から奉仕してトリックルームして、そうそう、絶対決まるでしょみたいな。まあ確かに、まあ、悪くないか。テラスタイプはバーシ何でもいいんですか？まあ何でもいいんじゃね。まあ鋼とか、鋼とか氷炎が弱点だから水とか。まあ包みにないから水でいいのか。強い氷がね、まあセグレーブぐらいだから。おすすめの配分はありますか？まあ、いや、正直爪ならシーは振りたい。確かにシーはね、高くないんだよね、そんなに。もともとそう、別に高くない。大地でちょっと無振りサーブもワンパンぐらいだったらできるけど、まあ、特化すればできる。うん、からまあまあ控えめ CS、 まあ HC とかがやっぱ数値はやっぱ足りてない感じはあるんだろうけど、でも低くないよ意外と。まあそうそうね、思ったより低くはない。なんかまあざっくりロトムぐらいの感覚はあるよ、数値の高さ。では A0 のプレゼンタイム終了ということで、はい、じゃあ次僕のプレゼンですね。はい、ちょっとマイナーポケモンだから、まず性能聞いておって思ってほしいのね。まあなんか名前だけで性能がピンとこなくて、まあもうええわってなるかもしんないから、テンション下がるかもしんないから。性能からね。一、うん、つ目、地面枠です。はい、まず地面タイプです。ボルトチェンジの一環切れます。で、専用技があって、唯一無二の性能があります。なんかかっこよく言ってるね、今のところ。ごまかしてるって話もあるから、ね。で、まだ何もピンときてない。で、起点回避の術が結構豊富。結構ね。結構。で、まあ、ステロも負けて、うん、まあ、トリックで、まあ、サポートもできて。トリックもできる、そう。うん、まあ、高校の尻尾トリックになってくるかな。高校の尻尾トリックをすると。結構珍しい技をいっぱい覚える。道連れとか、重力とか。重力とかね。スキスワとか。ああ。催眠術とか。ああ。まあ、まあいいでしょう。専用技が、自己再生とか、羽休めとかと同じ、半分回復するんだけど、なんと、デメリットなしで、しかも砂状態だったら、3分の2回復できる。ああ、なるほどね。さすがに分かってきたから。で、地面枠なのに、電気無効にするだけじゃなくて、格闘とノーマルも無効にできて、そうやろな。で、特性2つあるんだけど、片方、専用の特性選んだら、水も無効にできる。すごいな。4つ無効にできる。強いな。耐性すごいな。そんな夢の耐性を持った受けボケモン、シロデスナーなんですけど。でしょうね。途中まで分かんなかったけど。まずね、まあ、アメパが結構注目されてますわ。ますわ。ペリッパーとか、あと、イルカマンでしょ？イダイトウでしょ？そう、イダイトウもいなかったもんね。レギュエだったら。そう。で、ウォッシュロトム完封でしょ？まあ、レギュエ。まあ、そうか。うん、まあ、水電気。水地面。やっぱ、まあ、レギュエに乗っとるなら、いるからな、数。水電気。レギュエイチの環境的に、まあ、電気は、まあ、ロトムがヒット。だから、地面枠の役割を一番こなせる。からの、まあ、イルカマンも、まあ、ほぼ完封と言っていいでしょう。冷凍パンチなんて全然効かないから。こいつ B 硬いんだっけ？ B 硬い。めっちゃ硬い。110だね。結構硬いね。うん、水固めで水受けて防御が2段階上がるから。そう、ウェーブタックル読みで出して、受けて、でもそっからまあ、直帰とかで冷凍パンチ打ち明けてきても、
もう余裕。セロ巻いて、その後砂集め、間に合うから。うん。まあ、雨はもう、城で砂で結構いけるし、あとなんかウェイニバルが意外といけるみたいなのを、なんか仲間大会の結果とかで聞いたことあるから。そうなんだ。まあ、確かにね、ウェイニバルのタイプ1技両方を受けれるっていうか、無効にできるっていうのは、そう。すごいね。でしょ？レギュエンの時俺、ウェイニバルに何度かボコられたことあるから。おぉ。なんかビルド型だっけとかね、うん、挑発ビルドみたいなやつとかね、結構強かったよね。ここに城で砂いたら、まあ、まず出てこないですわまあ確かにまあ戦術圧力で、うん、出てこないかもね。まあグライオンもがちょっと気になるけど、一応スキスはあるから。ああ、スキスは確かに。まあ、ちょっとグライオンにね、水固め渡して水無効になっちゃうのはきついけど。スキスはって身代わり貫通？貫通貫通。貫通だよね。そうそうそう。だから、アトラシから出して、シュッってやって、もうこっちは、水固めなくなったけど、ポイズンヒルで、毒毒無効。自信は余裕。グライオンは倒れる。まあ、挑発以外だったら勝てる。そう。グライオンになんかできんのは熱いな。でしょ？まあ、雨環境になるんだったら、意外とね、ナットレイみたいな使い方で伸びてくるのかなと。はい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 。まあ、僕の城デスナプレゼンはこんな感じですね。ありがとうございます。じゃあ、城デスナの紹介してもらったんですけど、はい。雨パに強いってことね。グライオンに強いってところをね、前面に押し出してもらったかと思うんですけど、どうですか？その辺、他のポケモンはどうですか？なんか、メジャーなポケモンとか、戦えそうですか？まあ、対面は、そりゃサーフゴードには負けるけど、後出しに対しては負荷かけれるから。まあまあ、そうだね。後出しに対してはね。うん。まあ、よくて、海竜は、意外とこっちからやることそんなないけど、まあ、ステロとかトリックとか、役割を、若干持たせるぐらいならできる。まあ、帰りの型次第ってとこもありそうだけど、まあ全部はね、対応できないからね。そう、城ですな、もう全部のポケモンに有利っていう感じなんじゃなくて、うん、ここに出したら、すごいっていう。うんうんうん。雨とグライオンに出せるという。なんかグライオンサイクルみたいなのにさ、城ですなプラスなんかで出すとしたらなんかいいポケモンいる？いやもう単体で結構いけるんじゃない？マワンボウも完封でしょ？マワンぐらいに強いの。ママンボに強いの。ああ、確かに。ママンぐらいに強いのはすごいな。革命だな。多分ママンぐらいでなんかね、イルカマンとか来そうだから、もう完封でしょそれは。一旦。イルカママンマジか。まあ確かに。うん。なくはない。相性はいいでしょ。クイックターンいっぱいしてね。パオジアンとか鉄の包みみたいなね、城ですなじゃ歯が立たないやつがみんないなくなってるから、エースの並びテンプレ化次第で城ですないけるね。なんかいけそうな気がしてくるな。海流サーフ号には、まあ出すポケモンではないかもしれない。ステロマクぐらいしかできないかも。だからまあ出せるとこは限られてはいるが、まあアメパとかが流行ってたんだったらまあ差し込んだら面白そうっていうのはまあ確かに。ではラスト、ヘルピンさんのポケモンプレゼン。ヘルピン節来るか。今回紹介するポケモンはワルビアルです。おー。あー、まあまずタイプなんですけど、まあ地面悪タイプということで、まあ現状リンルーと丸かぶりしています。まや。まあまあまあ、うん、タイプはね。まあそもそもそのウーラオスとか今ハバタッカミとかがいて、まあ平気な顔してるリンルーがまあおかしいのであって、まああんまり正直。体制的にいいタイプとは言えないでしょう。ただライバルとなる、まあ、地面タイプもその弱点をついてくる上位ポケモンもいなくなったルギエイチならワルビアル輝けるのではと印象していきますでこいつ、まあ、まず DLC でねもうメイン学技が噛み砕くから叩き落とすへと大幅ランクアップしております。おお、それでかいね。でこいつ、まあ、特性はさすがに箱舟さんでもご存知でしょうけど、まあ、今威嚇です、うん、なんか煽られた気がしますね、うん、それ原点かもしれないけど、まあ、威嚇ね、まあ、残念ながら、まあ、威嚇込みでも、まあ、ディンルーいればディンルーの方が固い説もあるんですけど、まあ、HB 特化すれば、まあ、威嚇込みで海竜のハチマキ撃輪を、まあ、2発耐えることぐらいはできますよと。そんな硬いんだ HB まで振ったら。確かに95-80って結構硬いな。でそれで、まあ、A はまあ、117と、まあ、ちょっと足りないものの、まあ、かなり技は揃っていますよ。うんうんうん。計算したんだけどさ、まあ、A ぶっぱしたら、まあ、自信プラス、まあ、インファイトまで入れたら、まあ、E1振りガチグマを、まあ、まあまあ、落とせるぐらいの火力はある。まあまあ、ランスってこと？そう。まあ、ランスはかかる。まあまあ、硬いからな。ガチグマが硬すぎるという話もあるな。確定ではない。ガチグマが悪いわ。こいつ、起点作りみたいなのも、まあなんかメインかと思いきや、まあ結構直気持ってても割といけるのではっていう説が。うんうんうん。それで前から言ってるんやけど、海流サーフ号ガチグマに対して打点があるやつを高く評価してる。あ、確かに。確かに、まあ、ガチグマに対しては、まあ自信インファもあります。サーフ号に対してはもちろん叩き落とすあります。
で、まあ、冷パンとかもあるんで、海流にテラスを切らせることもできます。うんうん、まあ、冷凍パンチも覚えるんだ。うん。SV まではまあ正直あまり噛み合ってなかったんだけど、こいつ、まあ、夢特性で型破りがあって、なんかロトム、レギベイチだと、そのロトムに地震とか、その海流に丸スケ感2冷パンとか、サーフ後に挑発当てたりとか、なんかかなり使いどころありそうだから、これも結構ね、なんか選択肢の一つにあるんじゃないかと思ってます。うんうんうん、ドリューズよりあるかもな。アルビアル型破り？うん。そう。うん？嘘。そうだからまあ、そうそうそう。あ、そうだよ。だから、え、ちょっと待って。まあ、ええ、まあええやん。で、もうええでしょ。うん、もうええでしょ。もうええでしょ。はい、エルビンさん困ってはるやろ。まあ、ディンリューの後釜となり得る素質、こいつあるんじゃないかって思っております。まあ、ディンリューの出現によってこのタイプのポケモンの強さがまた、まあ、改めて認知されて増えるっていう流れはありそうだしね。まあまあまあね、確かに確かに。ライト地面なんか強くね。実際向こうは2つあるわけだしね。まあ、海流サーフを使ってるとワルビアラ結構だるいよ実際。飛行テラスサーフにも型破り挑発したら起点回避できるしね。いや、そうそうそう、マジこいつ挑発強い。結構刺さってる。威嚇とどっちかな、めっちゃ悩むな。まあ、あとこいつグライオン抜けるから、グライオンの上から挑発とか、かなり強い。うん、そうね、それも結構。挑発でかいよ、うんうん、普通、うん。そんで連チしたら。そう。まあ、挑発でも、レイパンでも OK。グライオンは抜けなくね？場合によっちゃ。ん？ん？え？グライオンは抜けなくね？いや、グライオン S 振ってたら抜けないでしょ。もうええでしょ。もうええっしょ。まあまあまあ、それもないでしょ。まあまあ、前は。なんだろうな。ところどころおかしかった気がするけどな。まあ、ちょっと途中から内容が入ってこなかったな。まず特性は型破りではないんだよな、ワルビアルは。いや、型破りですけど。型破りでしょ。もうええでしょ。もうええでしょ、じゃない。もうええでしょ、何。さっきから。その言葉は。何そんな高みや。怖い怖い怖い。怖い怖い。急に怒った。これ以上確認すること何あるんですか。もう どうしたその口調。もうええでしょうって何そのキャラ。あんたのポケモン倫理どうなってんの。俺 BW からガチでポケモン始めとんのに、そんな BW のポケモンにね、そんな疑うの。そうだね、そうだね。チャンデラーみたいに特性変わってないもんね。もうええでしょ。もうええでしょ。もうええですか。もうええでしょ。もうええでしょ。エルビンさん困ってはるから次の収録あるんですわ。うん、そう、あるのは知ってるけど、そりゃ、うん、確かにあるけど。体調悪いんすわ。今日ほんまになんかマジめまい結構きつくて、うん、そん中一生懸命プレゼン考えてきたんやわ。頑張ったな、低気圧の中な。うんうん、あ、ええでしょ。もうええでしょ。ということで、箱根さんが一番使いたいと思ったポケモンを発表してください。いや、これ、いや、気づいたな、これ。うわ、全部嘘だ、これ、多分。ええでしょ。もうええでしょ。全部使いたくない。もうええでしょ。どうしよう。もうええでしょ。早く反抗してくださいよ。陸区だけど禁止の力、多分あれ先生の爪でも早くなんです、多分。城ですんだ、絶対あいつ水固めは無効にしないぞ、みたいな。もうええでしょ。もうええでしょ。何を言ってはるんですか。絶対水普通に入るって。ああ、ダメか。解放された。地面師詐欺はなかなかうまくいかないな。地面師たちになれずか。なれなかった。でもワルビアルの特性は知ってるよ俺、さすがに。エルビンさんがやりすぎたな。うん、そのせいで一緒に逮捕される結果になってしまう。本当に。いや、型破りで気づくんだ。ちょっと怒りのツボはなんか特性フリースペースだなって思ったのにな。意外と型破り絶対バレるだろうって思ったのにバレた。ということで、今回は箱舟さんに地面タイプのポケモンで嘘つきまくって、なんか使いたくなるような気にさせてみようという動画でした。しかも地面縛りだったわけだ。地面師だから。そうです。そうです。聞きたいんだけどさ、もうええですやんって、それ地面師のセリフなん。そうだよ。そうだ、そうだ、そうだよ。そうです。面白い。そう、そうなんや。あ、俺が地面師見てれば分かったね。もうええでしょ。もうええでしょ。押し切る時に使う。なんかバレそうになったらピエール滝がもうええでしょ。感情で。もうええでしょ。マジかよ。ええでしょ。何々さん困ってはるやないですか。そういう意味があったんだ。やたら言ってくんな、それと。何それ。まあ、皆さん地面師詐欺には気をつけください。誰がと誓うねん。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。